Life Travelers Cafe。 Life Travelers Cafe へようこそ。松田美博です。若菜です。世界各国で自分らしいライフスタイルを送っている素敵な方々にインタビューする Life Travelers Cafe。 このバージョンは僕松田美博と若菜が日々感じたことなどをお伝えしていきます。質問役はのっちです。はい、というわけで、はい、ちょっと前回の続きの話題になるんですけど、うん、まあ、続きというか、その後っていうことで、うん、あの前回みひろさんがバッグを捨てるとかどうとか言ってたじゃないですか。あ、本当収録の後にすぐ捨てたね、うん、もうすぐゴミ袋に入れてた、ね、もう1分以内にゴミ袋に捨てました、うん、そうでした。すごいね、今まで何年も捨てなかったのに。いや、教えてくんないから。教えてくれないからじゃないよ。自分のタイミングでそういうのはやんないとダメなんだよ。バックを、うん、だから分かんないじゃん、自分で、うん、でもなんか言って、うん、それがもう今がタイミングと思ったんだろうね。その後すぐ捨ててたから。いや、タイミングはずっと思ってたの、タイミングやんなかったらタイミングじゃないじゃない。あ、そうなのでも捨ててみた時はどんな気分でしたか。いやー、捨ててみたときは、でも、しっくりきてなかったから、うんうん、そもそも。捨ててなんか違和感も、なんか喪失感もないというか、捨てて当たり前みたいな。捨ててというか、ありがとうっていうことで、うん。ちゃんとありがとうって言って捨てたんだよね。はい、ありがとうって言って捨てた。うんうんうん、で、捨てたら、バッグがなくなって困るじゃないですか。うんうん、そうなんです。困ったんですよ。どうしたんですか。すぐに探しまして、でも、うん、今海外に行けないじゃない。うん、で、ミヒが本当にイメージするバッグはなんかね、暗いのがダメなの、バッグ。地味なのがダメで、うんうん、でなんかでもちょっときちっとしすぎてるのもあんまり嫌で、うんうんうん、で個性があって明るくっていうか、まあ、ちゃんと色とかがあって、うん、まあ、そういうのって大体海外にあるんですよ。でも海外に今行けないから、うん、まあ、ちょっとなんか取り寄せができるようなオンラインサイトで探して、まあ、イタリアから取り寄せて、うん、いいバッグを見つけたので、それをね、買いましたね。買いました。はい、で来ましたね。来ました。持って、今も持ってます。どうですか、新しいバッグ。気持ちがいいですね。あ、ただなんか、あ、でそのバッグを買った時にパソコンも買ったんだよ。お、はいはい。え、なんでですか。なんでかっていうと、うん、その機動性っていうか、今のパソコンってちょっと大きいんだよね、うんうん、便利っていうか、早くて便利なんだけど、でもバッグを変えるということは、なんかもうちょっとこう、フットワークが軽くなるっていうイメージで。それでパソコンも、ちょっとちっちゃいパソコンも買って、うん、ちょっと新規一点、うんうん。あと変えたことは、バッグの中に何も入れ、あ、必要ないものは入れてないっていう。うんうん、あ、前は。前ほら散々言われたから、何年も前の何かが入っているって、そういう。それでさ、イタリアのさ、警察から来てたさ、そうなんですよ、駐車違反じゃない、スピード違反か何かの違反の紙がもうよれよれ、今にも破けそうになってたやつがあったんですよ。うん、はいはい、それはもうバッグに入れっぱなしにしてたやつね。で、それをこのタイミングで見てみたんですよ。うんうん、そしたら。あれ、ね、詐欺だと思ったの。詐欺じゃない。なんか、いや、だって、去年そう全然イタリアに行ってないのに、イタリアから、なんか、郵便が来てたのよ。ほうほうほう。で、なんか、お金払ってみたいな。うんうん、詐欺だと思うでしょ。詐欺。去年行ってないんだよ。これちょっと確かにちょっと怪しいですね。で、それでバッグの中に入れてたわけ。はいはい。でも言ったんですよ。詐欺とは思ったけど、ちょっと気になった。ちょっと気になった。でもさ、折り目からもう破けてて、もうヨレヨレになって、うんうん、何ヶ月も経ったんでね。うんうん、でそれをバッグを捨てたタイミングで、うん、なんか出てきたんだよね、バッグ見ようかっつって見たら、その詐欺のやつが、ね、うん、そしたらよく調べたらミラノ警察から、ミラノ、ミラノ行きました。そういえば、え、行ってないよ。2年前。2年前。2年前は行ったけど去年は行ってないよ、僕。2年前は行ったよ。そうで、よくよく見たら、その2年前の時に、うん、走っちゃいけないレーンを走ったと。
バスレーンをなんか走ったみたいな。ああ、それわかんないですね、ちょっと。そう。まあ、それで、まあ、その、違反の通知が、まあ、1年後に来てですね、うん、まあ、ちょっとイタリアらしいんだけど。1年3ヶ月後で正確に言うと。そうそう。で、その時すぐに払っていれば、30% 割引の価格で違反金を支払うことができたのに、うんうん、もう何ヶ月もそこに入れっぱなしにした末に倍になりました。倍になったんですか？倍になったね。払ったよ、ちゃんと。っていうこともありましたね。っていうことで、なんか、物は本当に今必要なものだけをミヒは入れるっていう習慣にして、うん、だから一回全部バッグの中出す、うん。っていう、なんかそれはすごく新しい習慣だったよね。そうだね。それは新しい習慣だった。うん、それやってみてどう？でもまださ、遠出をしてないんよ。うんうんうん、近所しか行ってないから、うん、それでこと足りてるんだけど、遠出をするときにそのバッグを持ってったときにどうなるのかっていうのはまだちょっとね、不安。遠出ってどのレベルの遠出を言ってるんですか？あ、一泊以上。おー、でも一泊以上だったらキャリーケースがあるじゃないですか。あ、じゃなくて、例えばなんだろうな。うん、例えば、いや、ケーブル類とか、電源とか、うんうん、常に持ち歩くようなものは普通にバッグに入れるでしょ。ああ、確かに、ね。ノッチがリュックに入れてるようなものだよ。うんうんうん。なるほど。そうそうそう。それをこう、いろいろ入れてったら、ちょっとどんなバッグになっちゃうのかっていうのがまだわかんない。まあでも、うん、新しい、こう、ライフスタイルがバッグから始まったわけなので、うんうん、まあ今までのやり方がフィットしないこともあると思うんですよ。うん、そうだね。で、それはそれでよくて、フィットしないんだっていうことに気づけるから、うん、それはもうよくと気づいた方がいいね。でもね、まず気づいたのが、うん、財布が重すぎる。なるほどね。だから財布を軽くしたいなと思って。うんうんうん。いっぱいなんかいろんなの入れてるもんね、ミヒ。パンパンに。なんでさ、こう人を悪いみたいな。バッグの時は財布で使うんだ。ただ事実を言ってるだけで、別に批判は一切してないんですよ。いや、だってパン、いっぱい入ってるネイルっていうのは、パンパンっていうのはもうすごい。本当に、同じ財布なんですよ、私たち。ちょっと柄が違うけど、ね。そう、同じ藍染めのやつを作ってもらって、うん、何年も使ってるんですけど、うん、ミヒのは、なんか藍染めのとこがもう白くなって伸びすぎて、パンパンになって入れてるから。で、なんか、同じ時に買ったと思えないぐらいの劣化、うん、財布か、今度。財布？バッグの次は財布？でもそこはやっぱさ、うん、お財布はやっぱお金のお家ですから、うん、その自分のお金のなんかこう、使い方とか、うん、まあ、使わないお金が入ってるからね。なんか そこが多分ね、すごく次は使わないお金テーマなのかも。ドルとかね。ドルも入ってるし。ドル入ってるんですか。ドルは大事だから。大事だよ。全然海外行けないじゃないですか。いや、ほら、いざという時とある日突然日本円が使えなくなったらさ、ドル使わなきゃいけないから。そんな日は来ないでしょ。いや、わかんないよ。そんなこと言ったら何でも準備しとかないといけない。一時期、はい、全部の国のお金入れてた。なんだっけ、ユーロとか、シンガポールドルとか、いろいろ入れてた時が。今はドルだっけ。ドルだけだった。だいぶ入れてるよ、ドルも。ドルも。なんかあった時だった。で、カードもいっぱいね、いろんな、なんだかカードがいっぱい入ってる。いろんなカード、クレジットカードね。あと、紙切れ？紙切れいっぱい入ってる。紙切れ入ってないいっぱい。レシートみたいなやつ。何なの？紙切れ入ってないよ。入ってる。見てみて入ってないから。出したからですよ、うん、最近。うん、出した。出してちょこちょこ出してるの最近は。でもほら、でもバッグを変えたことで、うん、次はお財布が気になったっていうのはいい自然な流れじゃないですか。そうですね。まずライフスタイルをもっと自分が理想の形になんかこうやっていったときに。うん、やっぱりそのお金ってすごく切っても切り外せない。本当はね、本当にもうお金持ちたくない。ね、キャッシュレスの時代はでもちょっと来てるよね。日本まだまだだかもしれないけど。クレジットカードだけ1枚だけ持っていきたいわ。そうよね。うん、とかなんか携帯とね。うん。なんかそういうちょっと自分のそういうところをなんか持ってるものから
見ていくのって面白いんですよ。でもそう、バッグを自分らしくしたら、うん、そんなが要は財布が気になるっていう、うん、なんか整えると合わないものが見えてくるんですね。そうだね、そうそうそう、それ面白いですね、うん、面白い。なんかボリューム感なんだよね、僕にとって。ボリューム感、バッグが前ボリュームがあったわけ、うんうん、でそのバッグのボリュームに合った財布だったわけ、うんうん、ああそうだね。でバッグを軽やかなものにしたらちょっとボリュームのある財布がちょっと合わないっていう、うん、なるほど、うん、でボリュームをなんかスリムにするっていう、うんうん、そういえば最近痩せたよね僕。そうスリムになったよ。そうなんです、スリムになった。でもバッグ変えたからじゃない。でもそのぐらいからじゃない、痩せた。ちょっとお腹周り痩せたな。何これ、バックダイエット。いやでもね、あるんだよそういうの。ホリスティックファッションやってる時も、うん、あのなんかね、あえて、うん、あのずっと何年もショートパンツを履いてない人がいて、でも今その人に必要なのがショートパンツだったの、うん、でも足がもうむくんでずっと履いてないから、太いから絶対履けないって言うわけ、うんうん。でもね、まあ、本当に自分が望む状態とか大切にしたいことを思った時に、やっぱりそれを履くことで、なんかこう、ね、動くものがあるって本人も思ったんじゃないかな。で、履いたんだよね。そしたら1週間で2、3キロ痩せてて、何もしないのに。ショーパン履いただけで。で、それなぜかっていうと、多分、なんかいらないも力みとか、まあ価値観とか自分じゃない考え方とかをいっぱい足につけてむくませてたんだよね。でもそれを一回こうズボンで隠してた時は見えなくて済むからいいんだけど、ズボンを外してショートパンツにして足を見せた時に見えてきたわけよ、次のそのあれが。うん、った時になんかこう自分らしくないものを少しずつやっぱりなんかそぎ落としていったら1週間で 2,3 キロ痩せた。話をね、結構やってた初期の時に聞いて、あ、やっぱ全部つながってんだなって思った。じゃあさ、なんかそのよく聞かれるんだよね、あのなんでそんなにみひろさんとわかめちゃんは太らないんですか、うんうん、その答えはバッグを変えたからですっていうことにしよう。じゃあ今回に限ってじゃないですか。バックダイエット、まあ、そういう要素もあるってことですね。要素もありますよこれ。ということで、はい、今日の魔法の質問は、何を削ぎ落としたいですか。皆さんもバッグや財布を一度見直してみてください。はい、ライフトラベラーズカフェは毎週金曜日にお届けしています。次回の放送も聞き逃さないように、ポッドキャストや Spotify、 Amazon ミュージック、 YouTube の購読ボタンを押してください。また僕たちでライフトラベラーラウンジというオンラインサロンをやってますので、検索してみてください。それでは良い週末を。ライフトラベラーズカフェ。